哎，姐姐，你到家了吗？今天很开心，因为你，这是我度过的最难忘的生日。我在画室，刚才突然来了灵感，正在画画呢。沉寂数月，画家自己新作曝光，怎么样？这个新闻标题很不错吧？至于画作的主题嘛，暂时是秘密。好了，说出来也没关系，但是只能告诉你一个人。我想以家为主题创作一幅画，画中不需要高超的技巧，也用不到华丽的色彩。我希望它是一幅只看一眼便能让人感受到幸福和满足的画，就像我现在的心情。那说好了，等画作完成的那天我们再一起看，到时候我会把这幅画的创作过程完整地讲给你听。もしもし、お姉さん、もう家に戻った？今日はすごく楽しかった。お姉さんのおかげで忘れられない。俺の人生で一番の誕生日になったよ。俺はアトリエにいるよ。急にインスピレーションが湧いてさ、今は絵を描いてるとこ。なりを潜めて数ヶ月、画家 Z がついに新作を発表。どう？なかなかにいい記事のタイトルでしょ？絵のテーマはね、それはまだ内緒。はいはい、別にいいよ。特別にあんたにだけは教えてあげる。俺は家をテーマにしたいと思ってるんだ。複雑なテクニックも鮮やかな色もいらない。ただ一目見ただけで、人に幸せと満足感を与えられるような、そんな絵にしたいんだ。俺の今の気持ちみたいにね。なら絵が完成した日に見に来てよ。この絵をどんな気持ちで描き上げたのかは、その時じっくりと教えてあげるからさ。